カタシン部は、中華民国の軍人。孫文廃下の革命派人士。後に、国民軍、国民革命軍に属して北伐などに参加した。また、ジャハル民衆公日同盟軍の幹部としても知られる。字は、宿題ら。暗記ブビレン軍学堂を卒業し、暗記新軍に入隊する。ジョスズリンのンケ駅議に参加するも失敗され、投獄される。 同盟会支援者が国卒を買収したためほどなくして、出国できた。1911年の侵害革命では、李朝後の上海幸福軍に参加した。1912年、南京臨時政府第一軍北伐前哨司令に、任じられている。同年、第一軍第三市の市長兵長を務める。九9十三年三月十一日、市長兵中校。また同年、 この山湖で緑林の戸であった、ちょた白を迎え入れる。同年7月の二次革命でも引き続き市長、兵衛長を務めるが、敗北して、日本に亡命し、東京府江原軍入り町の後年路に入学した。1914年、中華革命党に加入する。帰国後、1917年7月成立の、五方軍政府海軍陸戦隊大隊長。民国7年より、 孫文が発動した、五方戦争に参加。1921年5月に、北伐軍大隊長となるが、陳慶明の反乱で北伐が挫折すると一時、上海に偶居する。1924年9月に、北京政府、法天派側の露英省に当時、石膏特軍所別動隊司令に任せられたが、敗北して、上海、天津を経て、山東省に逃れ、11月、 超総省率いる自家路連れ軍の先言台に、はしご隊司令官。この部隊は、元は、王将、武の第23子で、理系林に一方的に武装解除させられた、ものであった。2000人の将兵を要したが、武器が足りなかったため、長総省と、著玉博白から支援を受けた。翌1925年5月、武装解除した三島陸軍混成第七、旅を、 九州合併市恵み民で、第六旅に改編。さらに同年秋、第24市に拡充され、市長県、周鎮樹氏に昇進する。しかし、1926年1月、部隊を連れて、自家路連根軍からの離脱を宣言し、兵玉省率いる国民軍に転じ、第五軍軍長県事家ルヨナボを総費指令に、任じられている。同年九月の五元受警視と共に、 国民津根軍第二軍軍長等に任じられ、さらに中国国民党国民津根軍最高特別党部執行委員も兼任した。1927年6月、国民革命軍第二集団軍第三方面軍、指式兼下南省政府委員に任じられ、武漢国民政府に属して第九方面軍指式となる。以後、国民革命軍第十一 第一集団軍第四軍団葬式、最南英樹司令、左次軍葬式などを歴任して、北伐に従軍した。北伐終了後、軍縮に伴い、方針部は第四十五市市長に任じられる。1929年3月に国民党中央執行委員に選出された。4月には内逆軍第六祖寺葬式等に任じられ、5月には暗記省政府主席も務めた。 ところが、反省解析派に対する方針をめぐって、小解析と次第に対立するようになる。そして反復、石雄三らと反省の企てを図ったとして、同年9月に方は逮捕され、湯山陸軍監獄に収監される。1930年10月には、当石剥奪1年の処罰を受けた。1931年10月、処分が解除され、 当中央執行委員として復帰したが、片親部は再び、氷局省との連携を強めるようになる。1933年2月、新南で、港日旧国軍を組織し、葬式として、北上港日を呼びかけた。5月26日、氷局省、基地を取りマサラと茶春民衆港日同盟軍に参加し、副総司令、県北路前的総司令を務めた。 しかし、小解析の圧力などもあって、抗日同盟軍は解散に追い込まれ、方は香港へ逃れた。香港では中華民族解放行動委員会に加わり、1938年3月に中央委員に選出された。1941年12月、日本軍による香港占領に伴い逃走したが、その途中の関東省中山県で何者かにより、 暗殺された。去年60、暗殺を実行したのは、チンパン系の特務組織、中義救国軍とされる。ありがとうございます。